クシャロコ藩にあるクッシー像、クッシーは北海道クシャロコで1973年から目撃証言のある未確認生物、有名なイギリスのネスコに生息するネッシーに習って名付けられた。目撃証言以外にも湖面の波紋などがいくつかの写真にも収められているが正体は不明とされている。湖面の美しいシャロコにおける神秘性の高い話題として地元では 観光資源の一つともなっている。日本の未確認巨大水生生物でも、一シと並びかなりの知名度を誇る。未確認生物だが、2000年代以降は、目撃報告がほぼ途絶えている。これ以後目撃証言が、ピタリと止んでいる。主張流域残り説、伊藤説、アメマス説などがある。否定派はくシーの存在しない根拠として、クシャロコには、大型の生物が住むには、 餌となる魚が不足していることを挙げている。クッシャロ湖がカルデラ湖であり、酸性湖となっているため魚類が乏しいこと、1938年のクッシャロ地震で湖底から溶が噴出し、pH4 前後まで酸性に傾き魚類はほぼ全滅したことなどを挙げ、近代になってマスが放流されたとはいえ、とても大型生物が住める環境ではないとしている。 アイヌの伝説にも湖に住む巨大な蛇の話や、湖に住む巨大なアメマスやヒラメの伝承があり、これらに関連があるのではないかとも指摘されている。また、明治に本土からこの地へとやってきた開拓民も、現地のアイヌから湖の主のことを聞かされ、湖を見ても誰にも話してはならない。話すと災いが起こると言われたという。そのため、開拓民も屈ャロコで、 死を目撃しても、見て見ぬふりをしてきたとされ、地震が起こるたびに、湖の主のたたりこのため、湖の怪物の存在はあまり外部に、広まらなかったとされる。もちろん、これがクッシーのことを指しているとは限らない。また、湖が凍ると湖面が割れる現象があり、クッシーの仕業ではないかと地元では言われている。これは、お上はあたり現象と言われる。同様の現象は、 スワ湖でも観察されており、神が通った後と説明されている。湖面にできた氷が収縮と膨張を繰り返すと、湖面に氷の山が出来上がり、一見すると蛇のような形になって、湖面を縦断する。屈舎ロコでも砂湯から 10km に及ぶ長いお神渡りが観測されたこともある。アイヌの湖の蛇の伝説もこれから連想されたのではという見方もある。 ありがとうございます。